で、どっちにすんだ。留年するか、中大が。来年もよろしくお願いします。はい、分かった。高校生ドライバーはとかく学校から煙たがられる。頑張るよ。車やバイクは素行の悪さとみなされるのだ。だが奴は違った。奴のことを悪く言う奴は俺の知る限り一人もいない。島田先生。はい。これから例のあの子、来年先生のクラスお世話になりますから、よろしくお願いします。奴の両親は3年前に離婚していた。父親は建設会社を経営し、母親は服飾デザイナー。離婚の範ではあるが、生活環境は決して悪くはない。生活費のほとんどを車につぎ込みさえしなければ。ありえねえよ。結局あのセットのせいじゃないか。昼も夜もバカみてにバイトしてよ、挙句の果てに留年かよ。いいじゃねえの、ダブリも結構楽しいかもよ。かわいそうな野郎だ。俺は大学行って可愛い子バンバン見つけちゃうからな。うまくやるよな。でもよ、ダブルくらいならお前は辞めると思ったよ、キャラ的に言って。そうだよな。今夜も行くのか、湾岸。ああ行くよ。兄貴は黙ってっけど、あのセット一人殺してんだってよ、お前と同じ名前の男。だからなんだよ。やばいってあの車。昔は昔、今は俺の Z だ。相性もバッチシだしよ。マジで知らねえぞ、どうなっても。あ、お前こそ気をつけろよな。え？タバコ今見つかったらお前も卒業できねえぞ。一人暮らしなんでしょ。困ってることがあったらいつでも相談して。誰ですか。来月からあなたの担任になる島田です。せっかくですけど、俺別に何も困ってないんで。じゃ。言われた通り仕上げたよ。結構ギリギリのチューンだから無茶だけはしないでくれよな、島ちゃん。急がせてすみませんでした。それと湾岸であの車を見たってやつがいるよ。ええ、知ってます。あったのかい。いえ、まだ。みんなビビってるよ、ナンバーも同じだってさ、幽霊じゃないかって。幽霊かどうか確かめますよ、この俺が。まさか今回のチューンはあの Z と走るためかい。どうもありがとう、社長。乾杯。エリコ、誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう。達也さんにも来てもらえばよかったのに。今日も夜勤だって。そう、大変ね、お医者さんも。うん、そうみたい。留学の件、結果はいつ出るんだ。来週かな。そうか。決まるといいわね。大丈夫、エリコならきっと大丈夫。そうね。この料理、お兄ちゃん好きだったね。
さ、明日のスケジュールのことなんだけど、新湊スタジオに8時ですよね。何度も聞きました。あんた分かってるならいいや。ごめんね。じゃ切ります。オーバー200で走るとまるで他の車が止まっているように見えてくる。すげえや。奴が悪魔なら完全に葬り去ることはできないのかもしれない。だがやるしかない。手遅れにならないうちに。悪魔の Z とブラックバードが。何悪魔の Z って。スケジュールはその辺だ。伝説のバトル復活だ。車だけじゃなかった。走り方も醸し出す空気も何一つ変わってはいなかった。全てがあの頃と同じだ。なんでだよ。なんで。
その Z はまるで意志を持つかのように時としてドライバーをも拒絶し自ら破滅への道を突き進む。もしもし、兄貴、明夫が事故った。何？港中央病院だって。すぐに来てよ、先に行ってるから。ああ、分かった分かった。明夫、大丈夫かお前。うん、頭やったのか。あ、俺のこと分かる。え、誰ですか。え冗談だよ、全然平気だから言ったんだ。あの車はヤバいって。もうやめろよな、あの窃盗。ああ、その方ならもう帰られましたよ。帰った。じゃあ怪我は軽かったんですか。ええ、頭部を数針縫った程度です。どうもありがとうございました。その男に恨みはない。いや、助けてやったと言ってもいい。とにかくこれで奴も悪魔と手を切ることができる。先生ってのは石田先生。